しいでしょうか。それでは、時間となりました。次世代の皆さんの、コアプログラムとして、本日のレクチャーを開始したいというふうに思います。本日のレクチャーなんですが、ここにある通り、車検が、主催する A、D、C、アート、デザイン、コミュニケーションというセッティングの中の一つになります。タイトルがアート的感性、あるいはアート思考、アート表現と科学的栄誉。で、本日は社会学研究科の委員の教育学の真壁さん、心理学の川端さん、それから社会学の私が、それぞれ簡単なお話をしたいというふうに思います。で、その前にですね、最初に皆さん方にお伝えしたものとちょっと、この ADC プログラムの、参加について変更がありますので、それをまずお知らせしたいというふうに思います。ここにある通り、来年の4月時点ということでお考えいただきたいというふうに思います。秋の時点でですね、医学研究科、例えば4年生から、他の研究科の1年生まで、それぞれ、様々な学年の人を一気に、採択したためにです。それではそれに向けてプログラムを作ってしまったのですが、全員に向けてですね、同じ本数のレクチャーであるとか、フィールドワークであるとか、ワークショップといったようなものの参加を促すのは、物理的にもかなり考えてみたら厳しいということを考えています。なので、ここにある通り、来年の4月の時点での1年生、すなわちここにはいらっしゃらないわけですけど、その方々に、ADC のレクチャーは3本、聞いていただく。それから、フィールドワークとワークショップについては、ここには一つずつというふうになってますが、いわゆる必修ではなくて、強く推奨する、なるべく出てくださいよというふうに考えています。で、もしここに1年生の方がいらっしゃれば、来年度継続すれば2年生という形になりますので、その方々は、レクチャーを、卒業まで2、3本、それからフィールドワークもしくはワークショップを1つ、推奨という形で、お願いしたいというふうに思います。で、3年生、4年生については、レクチャーを2本程度、聞いていただければ、それで、よろしいかというふうに考えています。これについてはもう少し詳しいものを、ホームページの方から皆さん方にお伝えできるというふうに思います。それからこの中にあるフィールドワークとワークショップなんですが、もともとは例えば Google フォームでこの講演会を、希望して、申し込んだと同じような形でやろうかというふうに思っていたのですが、なかなかそうもいかない。もちろん人数の問題もありますし、もう一つは例えば、もともとによって、例えば福島における伝承館、そこで当事者、災害の当事者の話を聞くというふうな時に、僕は社会学研究家で、そういうふうな学生と一緒に研究しているのは、ある意味当たり前なことだったんですけど、考えてみれば、皆さん方、14研究家、それぞれの専門分野の方々ばっかりで、いわば当事者の話を聞く、それは、例えば患者さんという意味でもないし、あるサバイバーとして、存在している人に、何をどう聞くのか、あるいはその話を自分がどう受けるのかっていう、そのある程度のレクチャーというものを事前に皆さん方に提供しない限り、ある意味、急にツアーのようにですね、災害のツアーのように皆さん方をバスで連れて行って、どう、これが福島だよなんていうわけにはいかないだろうっていうふうに思ったわけです。なので、このフィールドワークとワークショップの参加については、来年度、社会学研究科でプロジェクト B という科目を設置します。春学期が1、秋学期が2です。これを、一応確認しましたが、すべての慶應義塾の大学院14研究科の方、いろんな形で、履修は可能です。なので、これを可能、フィールドワーク、ワークショップに参加したい人は、この授業を履修してもらいます。履修することによって、フィールドワークやワークショップに参加したい人へのきめ細やかな情報の伝達、あるいは、その皆さん方がどのような考えを持っているのか、そういったものも受けた上で、担当者がいろいろ企画するということにしました。で、オンラインの科目ですので、皆さん方のキャンパスが芝だろうが、藤沢だろうが、矢上だろうが、信濃町だろうが、参加できるというふうな形に設定しています。で、今まだ
どのようなメニューで行うのか考えている最中なので、残念ながら細かいことはお知らせできないのですが、大体どのプログラムも10人以下、できれば5人ぐらいの方がいいというようなものもあります。なのでそれなりの数のプログラムを設置したいというふうに思っています。そのためにこのプロジェクト B という科目は車検の科目ですが、僕の他に、制作メディアの委員長である加藤さん、それから文学研究家で、民族学人類学を専攻している山口さん、それから、塾内ならばケムコの専任講師の本間さん、それから外部で、全くのアーティスト、まあ、国際的な活躍しているアーティストの小泉さん、僕のこの5人が担当し、まあ、それぞれのルート、チャンネルを使ってイベント、プログラムを設計します。中には、例えば山口さん、三田界隈のフィールドワークというふうなものを提案していただいたり、あるいは、水俣病の研究をしている人がいて、水俣へ行くというふうなもの、それからアートワークショップというふうな形で、いろんな、映像のワークショップであるとか、まあ、それ以外、さまざまなものが設定されると思います。で、3月の末にはそのプログラムを決めて、一応皆さん方はそれを見た上で履修をしていただいて、その履修、授業を履修するので、いわゆるキャンパスだとか、そういった授業支援を使って皆さん方と、細かに情報をやり取りして、動きを決めたいというふうに思います。なので、今年度、最初にお約束していたフィールドワークは行いません。今年度というのは3月まではそれを行いませんので、注意してください。というところで、これについて何か質問とかあります？なかなか簡単に質問を引き受けて、あるいはそのズーム上での質問にどう答えていいのかっていう、一応チャットでもし何かお聞きしたいことがあれば、入れ込んでください。今すぐお答えできなくても、まあ、このレクチャーの時間の間、もしくはそれから外れたとしても、ホームページ等を通じによって、なるべくお答えしたいというふうに思います。よろしいでしょうか。この変更についてはまた事業の統括本部の方から、そのホームページの方から、皆さん方のお手元に、渡るようにいたします。プロジェクト B という科目です。車検にはプロジェクト A という科目もありますが、それは車検内部の科目なので B というものに、なりますので注意してください。オンライン上の方々も、車検が設定するこのフィールドワークワークショップに参加したい来年度、その場合には、春学期、秋学期、あるいはどちらか、まあ、秋学期の履修は秋ですので、まずは春学期どうするかということになりますが、プロジェクト B という科目を履修してもらって、アクションを起こすというふうに考えています。よろしいでしょうか。一応チャットにすぐ入ったんですが、ここで答えると時間がずるずる流れていってしまうので、ここはちょっと一旦閉じさせていただいて、次に、真壁さんに、ご講演いただきたいというふうに思います。JST の、コアプログラムということで、岡田先生が中心になった社会学の方では、研究家の方ではアート的感性、思考表現と科学的演技ということで、今日は、まあ、その講義ということで、その最初の話をさせていただきます。もう参加者がですね、見ると108名、そしてここにも20名ぐらいですかね、いらっしゃってるので、しかも様々な研究家から参加してくださっている。これは大変興味深いし、私としても非常に刺激的で、いい機会をいただいたなというふうに思うんですけれども、果たして私の話がですね、どれだけ他の研究家の人たちにこうどういうふうに受け止められるのか、どういうふうな意味があるのかというふうなことになると、ちょっと不安があるところもあります。まあ、いずれにしても、ですね、これから私のその、まあ、教育学という立場からですね、アートの問題っていうのをちょっとお話しさせていただきたいと思います。まあ、軽くですね、私の研究紹介というところから入っていきたいと思います。
先ほども申し上げましたけれども、私の専門分野というのは、まあ、大きく言うと社会学研究科3専攻あります。そのうちの教育学ということになります。で、教育学といっても皆さんご存知のように、想像できるようにいろんな分野があります。その中でも私は教育哲学とか教育思想史と呼ばれる分野で、特にドイツの芸術教育に関心を持って研究しています。ここに、書いておきましたけれども、特にですね、ドイツのワイマール共和国時代、第一世界大戦と第二世界大戦の間にあったあの共和国の時代ですね、その後半はナチスの政権に取って代わられてしまったので、非常に短い民主主義体制の国家体制でした。まあ、しかしその時代ですね、文化的にも、学問的にも非常に面白い、すごく精神的な試みっていうのはたくさんなされました。そしてその中で展開された哲学としてですね、エルンスト・カッシーラーという哲学者がいます。そしてその人の近くで、同じ大学、ハンブルク大学と言いますが、ハンブルク大学の隣の研究所、心理学研究所で研究していたハインツ・ベルナーという心理学者がいました。この2人は密接に研究し合いながらですね、さまざまな学問分野、実証的な科学の成果を読み込みながらですね、人間っていうものをシンボルを操る動物であるというふうに規定して、人間の文化っていうものをさまざまなシンボル形式によって織りなされたものというふうに考える哲学、心理学を展開しました。そしてそういう心理学や哲学と、あと同時に、まあ、これはちょっとマニアックな話になってしまいますが、こういうものと若干関係性があった あるデザイン学校といいますか、美術工芸学校があります。皆さんも建築とか、インダストリアルデザイン、ないしは美術史に関心のある人は聞いたときはある名前だと思いますが、バーハウスといいます。バーハウスというか美術工芸学校がありましたが、そこでなされていた芸術教育ですね、これ専門家養成としての芸術教育もありますし、入ってきた学生に対して施した一般教育的な意味での芸術教育もありました。まあ、その辺を研究しながらですね、人間にとってそのアート的な行為っていうのは、その成長や発達にとってどういう意味があるんだろうっていうことをずっと関心を持って研究してきています。その結果ですね、結論だけ簡潔にちょっとお話しすると、アートを通じた人間形成の意義っていうのはどこにあるかというと、言語とは違ったようなシンボルというものが身体、まあ、感性を持った、感覚を持ったその身体、という場で生成してくると。新しいシンボルがその感覚の場である身体において生成してくる。そういうところに人間形成論的な非常に意義があるというふうに、考えるようになりました。そしてそれをベースにしながらですね、そういう理論を頭に置きながら、現代のその学校教育とか、あと美術館におけるいろんなワークショップも盛んに最近は展開されてますけれども、そういうワークショップというものを、研究対象にしたり、いろんな研究プロジェクトを科研で、お金をもらって展開したりなんかしています。教育学っていうと、皆さんやっぱり学校教育っていうことが、何しろ教師になるための学問、こういうふうなイメージが強いと思います。ただ私がやってる教育学っていうのは、もちろん学校教育は重要な教育の場ですので、それは考え対象にしていますけれども、しかしそれ以上にですね、人間の成長の場、発達の場っていうのは学校だけに限らないわけです。今触れた美術館とか、あとさまざまなイベントですね、そういうところでも人間形成の場というものがあり得るわけで、そういう部分も全部含めて、アートによる人間形成というものを考えようと思っています。で、今ちょっと自己紹介をしましたけれども、その成果っていうのがまず一番上ですね、ワーナー文化の芸術と教育という本に集約して発表しました。そしてまだ出てないんですけど、もう構成も進んでいるので近々出版されると思いますが、
東京都現代美術館ってありますね。都立の現代美術館、木場にありますけれども、あそこの学芸員さんと、その美術館の近くの小学校ですね、小学校の美術の先生と、そして我々研究者が、3社がですね、共同してある研究プロジェクトを行いました。美術館でよくありますけれども、鑑賞教育がなされますね。その鑑賞、その展示の鑑賞をした後に、美術館から学校に帰って、まあ何週か続けてですけれども、その美術館でテーマだった、そのテーマに沿った形の創作活動を学校でやってもらう。どういう影響関係があるんだろうかっていうことを分析した、その経験的な研究です。これが物の経験の教育学というもので、近々出版されますので、もしそういうことに関心のある方がいらっしゃったらですね、ぜひパラッとめくってみてほしいなと思います。さて、これからはですね、今までの話っていうのはある種自己紹介ですけれども、もうちょっと詳しめにですね、なぜアートというものをそのシンボル形成というふうに、シンボル生成ないしは形成というふうに考えたのか、考えるようになったのかということをもうちょっと深掘りしていってみたいと思います。でその時に皆さんにですね、まずいきなり理論的な話をしても何なんですので、ある一つの美術館を紹介してみたいと思います。そしてここの美術館で展開されている、ワークショップがですね、私が考えるそのアートによる人間形成というものを非常に具体的に実践しているように私には見えます。というのでまず事例から入っていきたいと思います。その美術館、スイスの首都ベルンにあるパウル・クレーセンター、セントロン・パウル・クレーというふうに言います。そこの中にある、子ども美術館、これかなり大きな面積取ってるんですが、子ども美術館のクレア・ビーバというところでなされているワークショップです。それを紹介してみたいと思います。パウル・クレーっていうのは、日本でも人気のある現代画家なので、ご存知の方多いんじゃないかなと思いますが、こういう人です。19世紀の末の終わりぐらいから20世紀の前半を生きた人で、まあ、スイスに生まれたドイツ人で、ドイツ、そうそう、先ほど触れたバウハウスの教師を長年やっていました。で、バウハウスの教師であると同時に、つまり学生に絵を描くということはどういうことなのか、形とか色彩というものをどう扱ったらいいのかということを教えながらですね、同時に自分もそのさまざまな絵を描いて、そして、それは例えばこういうふうな絵とかですね、非常にまあ、これはよく言われることですけど、パウル・クレーの絵っていうのは見ただけで音楽が聞こえてくるような感じがすると。まあ、実際パウル・クレーっていうのはバイオリンの演奏も非常に得意でですね、ギムナージウム、スイスのギムナージウム、高校を卒業するときに音楽の道に進むか、それとも美術の道に進むか、そういうことを迷ったぐらいの人で、贅沢な悩みですけれども、ぐらいの人です。ということもあってですね、まあ、これはよく指摘されることですが、非常に音楽的な絵を描く。これなんかもそうですね。これも非常に代表的な作品ですけれども。こういう画家です。で、この画家を記念したですね、ミュージアムというものが、スイスのベルンに建てられました。これがセントロパウル・クレー、パウル・クレーセンターです。どういうふうな事情で作られたかっていうのは、まあ、これをご覧になってください。あとで多分これ、あれですよね、PDF かなんかでアップされるんですよね。ホームページかなんか。JST の。そうすると、ここでいろんな情報を得られると思いますので、今ちょっと見るだけ、パッと一瞬見るだけになってしまいますが、ご了承ください。どういう建物かというと、こういう建物です。
ベルンの旧市内っていうのは本当に美しい、世界遺産にもなっているような中世以来ですね、非常に美しい町です。でその郊外に作られました。自然環境豊かなところで、牧草地帯みたいなところにこういうものが作られるんですね。で作った建築家はあの有名なスターアーキテクト のレンゾ・ピアノです。あの日本でいうと国際関西国際空港ですかね、その作った建築家ですね。これ見てください。非常にあのスイスのその山国スイスの景観っていうものをこう意識しながら自然環境にマッチするような建物になっています。でここで紹介するのはこの3つの山型になっている建物のうちの一番奥にある建物です。ここにですね、実は子ども美術館のクレアビーバというのがあります。真ん中が展示スペースです。企画展、常設展やってます。でこっちの方がアルヒーフになっていて、パール・クレーのいろんなあの資料がここに所蔵されています。私もすごくお世話になりました。で一番奥のクレアビーバですね、ここは非常に面白いところで、なぜこんな大きい面積をこのパールクレーセンターで作ったのかということなんですが、ここに資金を出したミラーさんという外科医の人の意向でもあったんですけれども、パールクレー自身がですね、自分の絵の画風というものを作るときにですね、子どもの絵とか精神的に障害のある人たちの絵ですね、そういうものに非常に影響を受けています。子供の絵っていうもの、自分の子供時代の絵とか自分の息子の絵とか、そういうものを非常にこう、自分のその絵のモチーフに使ったりですね、してるんですね。でそういうこともあるので、このミラーさん、外科医のミラーさんは、ぜひですね、子供のためのミュージアムをバーンと作ってくれというふうにしてできました。これが夜ですね、外からあの3つの山の一番奥の方を外から見るとこんな感じになってます。中から光がバーッとこう外に出てきてですね、とても美しいですね。すごく開放的な作りになってます。で、この辺もですね、詳しく説明しだしたらキリがないので適当に切り上げますが、この中で3つアトリエっていうのがあって、そこの中でいろんなワークショップが展開されています。今見てもらっているのはスイスベルンの小学校のクラスが、一クラスがこうやってきて、そこで大抵ですね、常設展でのパール・クレーの絵を見た後に、そしてその絵のをまず単純に見てもらう、そして学芸員さんにこの絵っていうのはどういうふうにして描かれたのかってすごく簡単な説明を受けます。パール・クレーっていうのは絵を描くときにいろんな技法を使ってるんですね。単にキャンバス、布キャンバスに油で描いてる、ないしは水彩で描くということはしてません。非常に複雑なこう作り方、あの描き方をしてます。その描き方の非常に単純な模倣しやすいものを学んで、それを使って自由にパール・クレーの絵の印象っていうのを描いてくださいっていうことで、みんなこうやって始めてるわけですね。そういうことをやってます。でここはですね、非常にあのいろんな企画ワークショップやってます。関心のある人はこのワークショップですね、いろいろ動画も含まれているので、パールクレーセンターのホームページを訪ねてみてください。障害者、障害を持った方の対象のプログラム、これは日本でも最近ようやくね、あの普及してきましたけれども、まあ、ヨーロッパ、アメリカ、イギリス、こういうところでは非常に普通になってきてますね。あのなんとあの視覚に障害がある人のそのワークショップっていうものもあるくらいですね、まあ、こういうふうないろんなことをやってるっていうことです。そしてパール・クレー、あの子ども美術館クレア・ビーバーの目的っていったら何なのか、これをちょっとあの案内書から引用して翻訳してみました。ちょっと読んでみます。子ども美術館クレア・ビーバーはパール・クレーの芸術世界に基づきたいと思っている。そして利便性の思考、消費、受動的メディア需要に対する対抗軸として、すべての感覚の活性化を中心任務にしたいと思う。過去から知識を組み上げながらも、これはつまりパール・クレーの絵のそのことを言ってるわけですが、現在への関係を作り出し未来を思考する場であることに自覚的でありたい。またどんな人も自分の可能性を広げられるような場所でありたいし、
これはですから、障害を持っている人もっていうことが含まれています。自明とされている知覚、解釈、理解がさまざまな点から問題として取り上げられない場所でありたい。最後に子ども美術館クレア・ビーバは、こうした問題への答えを来館者それぞれが自分で見出していくような刺激を与えたいと思う。つまりもちろん言うまでもなく、何か美術館側がこうですという回答を押し付けるのではなくて、問いを与えて、それでみんなそれを重く受け止めて帰ってもらう、そして考えてもらう、そういう活動をしているということです。で、ちょっと紹介の部分が長くなってしまいましたが、この美術館はちょっと短く簡潔にまとめるとこういうふうに言えます。世界を、まあ、五感、身体ですね、身体を通し感受し受け入れ、そして表現する、こういう活動をワークショップで行っていると簡潔にまとめることができます。これは、このクレア・ビーバの、ホームページにはっきりこのことの方が書いてあるんですが、 From Impression to Expression なんですね。ドイツ語では From Eindruck to Ausdruck というふうになります。これがここのワークショップの基本原理、美術教育の考え方だと言っていいと思います。そしてこれがですね、私もその要するにアート、この場合には造形芸術になりますけれども、それを通した人間形成の基本的な原理だろうというふうに思っています。で、そこで、もう一つですね、問いを立てたいと思います。身体で感受したものをマテリアル、まあ、いろんな素材を使って表現するわけですね。感じたものをそのまま何かその精神的な観念みたいなのを外に出すことはできません。何か必ずものを使ってそれを表すわけです。だからマテリアルを使って表現すると一体そこには何が生まれるんだろうと、こういうふうに問いを立ててみます。そうするとマテリアル、それが例えば色とか、鉛筆で描いた線描であるとか、そうかもしれません。どういういろんなもの、マテリアが考えられますが、に意味が受胎して、そして、言語とはまた違ったシンボルがそこに生まれるんだろう。つまり感受したものを表現するときに生まれるものはそのシンボルだというふうに、私は考えます。で、このシンボルの問題を深く考えたのが、先ほどちらっと紹介したエルンスト・ガシアやハインツ・ベルナーたちです。で、次の話としてシンボル生成の哲学と心理学なんですけどね、実はね、それをお話していきたいと思います。彼らはストレートにシンボルとは何かという問題を取り上げます。ハンブルクで。エルンスト・カシーラ、こういう人物です、ユダヤ系のドイツ人で、ハンブルク大学、1919年に創立された新しい大学なんですけれども、そこの学長までなった人物です。もちろんすぐナチスが、台頭し、1933年、ね、ユダヤ系の人たちを公職から追放する法律ができると、もう亡命せざるを得なくなりますけれども、そして彼はアメリカに渡ります。アメリカの大学で晩年を過ごすことになります。さて、この人が、展開したシンボル形式の哲学という哲学がありますが、これは一体どういうものか、冒頭にちょっと、紹介したことをお話したいと思います。つまりカシーラは当時のそのユクスキュルなんかが展開した生物学、動物学や心理学等を実証的な研究をベースにしながらですね、端的に動物、人間というのはシンボルを愛する動物である、アニマルシンボリクムというふうに否定します。そして人間が作り出している文化ですね、学問、芸術、さまざまな文化をシンボル能力、これはリプレゼントする能力、何かを表すために何かで代理表現するということですね。リプレゼントする能力と考え、その処形式として言語とか神話とか芸術とか認識、そして歴史科学というものを見ます。
そしてその研究をまとめたのが有名なシンボル形式の哲学というタイムの著作になります。アメリカに行ってからは岩波文庫にも昔はありましたけど、人間っていうですね、このシンボル形式の哲学の簡易バージョンっていうか、そういうものが発刊されますけれども、これがまあ市長一番基本的には分かる話です。さて、このシンボル形式の哲学、そのリプレゼントっていうのはどういうことなのかっていうことをちょっと改めて考えてみたいと思います。まあカシーラだけじゃなく、いろんな研究も総合するとこういうふうに言えるというふうに思います。人類は進化の過程で獲得したその反省能力、これは自分がやってることとか自分が感じていることを折り返す、つまり反省する、リフレクトする、自分を自分に折り返すという能力に基づいて、世界と自己の多様な印象、これは感覚身体を通じていろんな印象を受け取るわけですけれども、それ受け取った印象を折り返して自分で、あ、これを見てるんだ、これを感じてるんだ、これを聞いてるんだというふうにすることができるようになる。そしてそれを何か物質を使って自分が見たもの、感じたもの、聞いたもの、嗅いだもの、こういうものを何か物質を使ってそのものをズバリを見せることはできないですから、代理表現する、それがシンボルであるというふうに考えます。ですから人類はシンボルによってそれ自身ではないもの、そこにはないものっていうものをマテリアル、音、線、色彩、事物をよりどころとして代理表象し、これがリプレゼントですね。その物質化された表象、シンボルを他者と共有しながら文化を作っていってる。こういうふうに考えるのが、カシーラたちのシンボル形式の哲学ということになります。で、ちょっと時間も押してきているので、ここの部分というのは走らせてもらいますけれども、まあ、要するに、カシーラは、やはり犬でも猫でも、その、高等な動物になればなるほどですね、シンボル、何かのもので何かが次に起こるとか、そういうものをちゃんと予知、予告、考えますよね。つまりサインの能力を持っているわけです。だからサインとシンボルはどう違うのかっていう話も展開します。まあ、ちょっとこれは長くなってしまいますので、走らせてもらいます。結論的なことになりますが、さまざまなシンボル形式を人間はシンボル能力、リプレゼントする能力で作り出した。その結果というのが自然言語であり、数学であり、科学的な言語であり、音楽や絵画や舞踊である。そしてこれに基づいて具体的なシンボルというものが作られるということになります。世界と自己の説面、接して経験している、その経験の場面ですね。その場面を像に結晶化する。単にそれだけで説明して終わりではなくて、何を自分は見ているのか聞いているのかということを折り返して、その結果というものをシンボルを使って像として、具体化するということですね。こういうことができるようになる。そのことによって他の動物たちとは違ってというふうに、まあ、この時代の科学的な水準では言われてますが、直接的反応や行動にブレーキをかける、すぐ外界の刺激に反応するということではなくて、一旦それは何だというふうに考え、シンボル化したことにすることによって、距離を取るということですね。距離を取って考えるようになる。その自由な活動空間が、そしてできた空間が、まあ、文化というふうに言うことができるんだということになります。さて、次にですね、シンボル能力の種類という話にしたいと思います。さっきシンボル能力、リプレゼントする能力というふうに言いました。それに基づいて様々なシンボル形式というのは人間は展開してきたと言いました。ところが、考えてみると、いろんなシンボル形式があっても、それぞれやっぱりちょっと違うんですね。で、根本的な違いっていうものがどうもやっぱりあるようだっていう研究が、ネルソン・グッドマンとか、まあ、さまざまな人たちが言ってきているわけです。で、それを結論だけ示すとですね、
どうやらこういうふうに言えると思います。シンボルはおそらく2つに分かれます。シンボル体、つまり物質化している部分ですね。シンボルの物質化している部分、シニフィアンというふうに記号学の言葉で言ってもいいと思います。シンボル体が代理表彰されたもの、シニフィエ、意味されたもの、表彰ですね、と似てる形でそのシンボル作用を発揮するものと、似ていない形で、その作用を発揮するもの、この2つがあると。似てる形っていうのは、例えば犬の絵があるとします。それはどういうふうに描かれてるかっていうことにもよりますけれども、ただ犬の絵っていうのはこれを見ただけで犬と似てるわけですね。ところが犬という言葉、この言葉のシンボルっていうのは犬っていうものと似てないわけです。犬のそのものとは似てない。そういう形で、2つの種類がどうやらあるようだっていうことがよく言われています。一つが、表現、その前者の方、似てる形でシンボル作用を発揮するものが、表現的シンボルというふうに名付けられ、そして似てない形で、何か示すと、約束事に従って示すというシンボルのあり方をするものが、デノテーティブな表示的なシンボルというふうに、言われます。で、表現的なシンボルの方は意味ベクトルを何か外を指し示すというよりも、そのシンボル体のそのものの中でその意味というものを保持しながら表彰しているというふうに言うことができます。それに対して表示的なシンボルの方は、そのシンボル体が似てないものを指し示しているので、別な方向のある種のものを、世界のその人物を指し示すような形で、シンボル作用を、発揮しています。ですから、まあ、約定的な規則に従ってそのシンボルというのは理解されると。つまり言語で言うと文法ということになりますね。文法とか意味論的な秩序というふうなことになると思います。で、まあ、次のところも重要なんですが、一応その基本のところだけ一応押さえてもらって、次に行きたいと思います。この表現的シンボル形式、ないしはシンボルっていうものは、そうしてみるとですね、絵画とか音楽とか舞踊とかですね、そういうものに具体的に現れているんだなっていうことがわかると思います。で、それに対して表示的なシンボル形式っていうものは、自然言語や自然学の言語、ないしは数学という、そういう記号のシンボル、これが直接それに当たるというふうに言うことができると思います。ちょっと意外に短い時間だなと思ってそろそろ結論の方に行きたいと思うんですけれども、結論は、まあ、ある意味簡単な話になります。こういうふうにシンボル論的に、考えて、人間の文化を考え、そしてアートというものを考えていたときに、教育はどういうふうに定義されて、そして教育とか人間形成におけるアートの意義というのはどういうふうに表現できるんだろうかと、まあ、その話に最後いきたいと思います。これよく言われることですが、教育というのは文化を伝達することで、次世代の若者たちがそれぞれの仕方で新しい文化を創造することを勇気づける営みであることである、こういうふうによく言われます。文化伝達なんていうふうに言われますね。それをその時ですね、途中のちょっと論証とか説明を抜かしてはしまいますけれども、その時にですね、非常に重要なその経験、人間形成上の経験っていうのがあるんじゃないかなというふうにちょっと考えています。それはさっきのですね、感受するというふうなこととつながってきますけれども、人生におけるパトス的な経験、まあ、パトスというのはギリシャ語に遡る非常に深い意味を持ったものですけれども、ここでは一応熟とか感動とか、要するに圧倒的な感受の経験というふうに考えてみてください。ないしは客観に貫かれるような経験、客観に圧倒されるような経験、こういうふうに、まあ、一応広く考えてもらいたいと思います。で、そのパトス的な経験、インプレッションですね、それを表現するというところに
そのアート、表現的なシンボルであるアートというものが生まれてくる。まあ、ここのところがですね、非常に人間形成上こういう部分を可能にする空間とか時間というのが必要なんだろうなというふうに思ってます。というのは大抵の場合我々はこの世界ないしは自然というものをこちらの構成した言語や理論によって、制御しようとしていきますね。これも人間のシンボルを使った本質だと思います。で、それだけではなくてですね、そういうのを構成的経験というふうに言うとすると、構成的な経験だけではなくって、圧倒されてしまう、そういう経験というものを表現する、そういうアートの経験というのが、バランスを取る意味でも非常に重要になってくるように思います。ないしは人間の様々な、カタストロフィーとかですね、様々なその厄災、まあ、そういうふうなものに面した時の人々のそのパトスの経験ですね、そういったものを理解するというふうな意味でも、このパトス的な経験を経て生み出される、アートですね、こういうものは非常に重要だと思っています。従って、教育はシンボル論的にこう定義し直すとこういうふうに言えるんじゃないかなと考えています。教育はシンボル生成自体を生じさせることはできない。これは個人個人それぞれの中で生み出されるものですから、そこまで教育がコントロールしようということは不可能だと思います。しかし、パトス的経験と構成的経験を表現したり反省したりすることを可能にしている様々なシンボル形式ですね。さっき言ったシンボル形式を教えることができると思います。ここに教育の意義、課題があるんじゃないかなと思います。教育とはシンボル形式とその具体的成果である文化を教えながら、次世代の一人一人がそれぞれの仕方で新たな自己と文化を形成していくことを勇気づける営みである。まあ、こういうふうに私は教育を考えているということです。ちょっと長くなってしまいました。私の話は以上ということにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあスタートします。九段義塾大学社会学研究科の川端です。今日は私 の、 立場としては心理学とか脳神経科学をバックグラウンドとして、まあ、アートの効用といったものについてちょっとお話ししたいと思います。ちょっと簡単にですけど自己紹介させていただくと、私はですね鹿児島の出身でして、九州大学で学位を取って、その頃まではですね新生児とか乳児の視覚発達っていうのを研究しておりました。まあ、その後ユニバーシティカレッジロンドンのところで、留学をして、それから大体一貫して感性研究というのをするようになって、慶応に移る前は鹿児島大学で、教員養成に携わって、今13年ぐらいかな、になります。で、もともと赤ちゃんの研究をやっていたんですけども、それから結構随分ガラッと研究テーマを変えたんですね。で、今更ながらなんですが、すごくそれっていうのは無謀な挑戦でもあったんですけども、まあ、たまたま成功したから良かったけれどもっていうところがあって、まあ、心理学で後知恵バイアスというような言葉もありますが、本田宗一郎さんがですね、大いなる若気の至りが個性の芽を育てるという言葉を言っておりますが、どん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 この次世代プログラムに参加している方々もですね、若気の至りを起こしていただいていいのかなというふうに思っています。でそういった若気の至りによって大きく何か挑戦するってことが大事なのかなというふうにも思います。でそういった、経験をですねする中で、私の場合にはこのマーク・ロスコっていう画家の絵との出会いがすごく大きかったんですけれども、これはテートモダンのロスコルームですが、彼の絵を見ていて、なんか自分が包み込まれてしまうような、なんか宗教的な体験ともよく似た気持ちになったんですね。でそれはちょうどロンドンに学会発表で行って、でここを訪れた時にそれを感じたんですけども、もともと絵画を中心として、ファッションであるとかアートであるとかってことについてはすごく興味がありました。ただ博士課程終わる段階で続けていた研究をもうすっかり放り投げて、こういったアートの研究に向かうというふうには全然思っていなかったんですけども、まあ、こういったアートに対しての、経験、
まあ、美的経験とか芸術体験みたいなものがすごく自分のこういった研究をする上でそれを後押ししてくれたようにも思います。私の研究というのは哲学とか美学とか美術史で行われている議論とか、あるいは理論であるとかっていったものがじゃあどういうふうに心の問題として、それを、まあ、解釈し直してまたさらにそれを科学的に証明していくのかっていうふうなことを、まあ、行っているんですけども、まあ、言い換えるとアートと美の心と脳の科学っていうのを専門にしているんですが、まあ、そういったことをいろんな、研究者たちとまたいろんなお金をいただきながら研究を行っています。また今ウィン大学とも慶応の社研とウィン大学とでダブルディグリーのプログラムとかをやっていて、心理学また美術史の研究者たちと一緒に、私のところの大学院生が実際に慶応とウィン大学の両方の博士の学位を取るというふうなことを今日も博士論文を提出しましたけど今度また1月ぐらいにですねディフェンスをするふうな形になります。でその中でいろんな人たちと共同しながら、まあ、美的な意識とか美的な心の在り方に関する研究や また美やアートの感じ方の側面さらには、最近だと宗教体験とかですねスピリチュアルエクスペリエンスっていうふうなことなんかについても研究を始めていたりとかまた化粧品の会社とかと一緒に顔あるいは身体の認知あるいは魅力の感じ方っていったことを研究したりもしています。ただそういった基礎研究だけじゃなくって最近では美やアートがどういうふうに私たちの役に立つのかっていうことを中心に研究に、まあ、続けていこうとしております。でいろんな研究方法を使っています。まあじっくり時間話す時間はありませんけれどもまあこういったアートの心理学では実験室そして最近だとウェブ調査とかウェブ実験またフィールド実験こういったものが相互に補いながら、研究を進めていくことがですね必要になっています。でいろんなプロセスが考えられるんですけども誰が何にどのようにそしてどうなるっていうふうなプロセスを、まあ、大事にしながら研究を行っていく必要があるんだけれどもこれまでの過去の研究を振り返ってみるとやはり何に対してどのように私たちがアートに対して美を感じるのかっていうことを私自身も中心に考えてきたしけれども誰がっていう側面やそのことがどうなるっていうことについてはかなり見逃していたところが多いんですね。そういうところについてもまた研究をスタートさせているところでもあります。まあ、今日お話しするような細かい部分については来年度講義を大学院でもですねしますのでぜひそちらの方を取っていただきたいというふうにも思います。いろんなものに対して私たちは美を感じます。作品、自然、人、また数学者にとってみたら数式においてもそして外科にとってみたら外科のその主義においても美を感じるっていうふうにも言います。私たちが美を感じる対象っていうのは別にアートに限らないし日常生活のいろんなところにもそれはあるしまた私たち人々の心の中にもあるでしょう。そして、まあ、アートっていうふうに限定するわけじゃないですけど、まあ、また美っていうふうに限定するわけじゃないですけどそれらに関しての探求については非常に歴史が古くどういうふうに美しさを感じるのかあるいはアートを感じるのかっていう問題が哲学であるとかあるいは芸術学であるとかさらには芸術家自身の実践作品を作るっていうふうなことと、相まって、長い歴史があるわけですね。どちらかというとアートっていうのは、問題を見つけていくプロセスというふうに、まあ、定義できデザインっていうのは問題を解決していくプロセスっていうふうにも、言えるかと思います。私がやってるのはどちらかというとそういった問題を発見していくようなプロセスの中においてそれがどういうふうに私たちの心にフィットしたときに感動や美を感じていくのかっていうようなことが中心になっています。細かく私たちが実際に実験するときにはですねこういうふうに画面上にいろんな
作品を提示していって、どれぐらい美しく感じますかであるとか、それがこういう肖像画であることもあれば、生物画であることもあれば、風景画であることもあれば、また写真の人物であることもあれば、こういう写真の風景であったり、またどれぐらいっていったものも1点から9点としたり、あるいは見にくいから美しいというふうにしたり、あるいは人物であれば魅力的でないから魅力的だっていうふうにすることもあれば、嫌い好きっていうふうにすることもあるし、それが1点から5点とか1点から7点とか、あるいは0から1の中でそれを点数をスライドバーを動かしてつけてくださいというふうにすることもあるし、いろんな方法があります。さらには肖像画において私たち芸術作品としての美しさを問うこともできれば、描かれている人物の魅力の程度についても問うことができます。実際過去に行われた研究においては、その肖像画の芸術的な美しさと描かれている人物の魅力といったものの非常に高い相関を示している研究もありますし、この傾向は最近私たちが行っている研究の中にも全く同じのことが浮かび上がってきています。ただし面白いのはこの右側の方のグラフなんですけども、提示時間、どれぐらいその画像を提示するかによって評価のあり方は意外と違ってくるということ。これは3秒間提示する場合と50ミリ秒提示する場合ので、50ミリ秒提示する場合には、その写真の魅力であるとか描かれている人物の魅力を評価するには十分なんだけれども、ただ美しさといったことを評価しようと思うと、その3秒というようなある程度、まあ、それも短いんですけども長い時間が必要になってくるというふうなことが分かっています。まあ、評定とか印象は類似していても認知的な反応は異なるというようなこともあるというわけです。また私たちは例えば具体的な体験や具体的な表現と抽象的な表現のような、そういった場合分けをしたり連続性を調べていったり、最近だと本物らしさとか、あるいはそのものが、含んでいる本質みたいなもの、英語だとジェニュインネスとかっていうふうにも言いますけども、そういったことがどういうふうに私たちの脳や心の働きとして反映されるのかということをちょっと研究してるんですけども、そういったこともまだまだ分かっていませんし、それとじゃあ美しさとかどう違うのかとかですね、いろんな、印象や美的な概念やアートに関する概念同士の関係性といったものも心理学の中でははっきりとその違いや、概念の、まあ、関係性が論じられたりしてきているわけではありません。むしろそこは芸術哲学であったり、あるいは美学であったりといったものなんかはですね、しっかりと、定義化をすることが重要になってくるんですが、むしろ心理学ではデータとして人がどういうふうに感じるのかっていうふうなことを中心に見据えていこうとしています。ただモンドリアンがもともと印象派に影響を受けたりして、まあ、風景画を得意としていたものがどん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 抽象化する方向に行って、最後はもう抽象化しかほぼほぼ抽象化しか描きませんが、そういうふうにして画家自身も自分の経験を通していろんな方向性を、まあ、紆余曲折しながらもありますし、方向性を見定めていってアプローチすることもありますけども、その道筋といったものがあるわけですね。じゃあどういうふうにそれが、まあ、表現が展開されていくのか、まあ、そういったこともですね、結構重要で、芸術家の表現の変化をたどることで芸術とそれに関連する脳の働きや心の働きについての仮説生成にもつながっていくというふうにも考えることができるのかなというふうに思います。また私たちは具体的に、FMRI という脳の活動を測る機械を通して肖像画を見ているときとか風景画を見ているときとか生物画を見ているときの脳の活動を調べます。そして風景画を見ていればこの防水上界っていう脳の底にある部分が活動が強くなりますよとかですね、風景画だったらこのもうちょっと内側の部分が活動が強くなりますよ、そういったことを見出そうとしています。
ただそれっていうのは脳は別に肖像画だからとか風景画だからじゃなくって、人っていう情報や場所っていう情報をしっかり捉えようとしているし、そういうふうに、脳が原始的に捉えようとしているものを人が一つの芸術カテゴリーとして、まとめていくようなことをするっていうことがまた面白いところなのかなというふうにも考えられます。さらには私たちがどういうふうに美しさを感じるのかっていうふうなことに関しても、まあ、その辺が私がこれまで主にやってきたことなんですけども、美しいというふうに感じるときに眼下前頭皮質というおでこの奥にある脳の領域が活動が強くなるということを、まあ、発見したんですけども、そういったことが別に美術だけに限らずに音楽でも美術でも共通して活動性が見出されるというふうなことが分かってきたり、また数学者にとって美しい数式を感じるときにもその場所が活動が強くなるということが分かってきたり、また彫刻やダンスや建築物やいろんな対象においての美しさといったものがそういう眼下前頭皮質という脳の領域においての活動として、まあ、引き出されるというふうなことが分かってきたわけです。でこれは顔においての魅力でも同じです。またいろんなものに対して出来事や人物やものに対しての欲求といったものもこの領域が担っています。さらには日常的なものでおいても美味しさ、旨味なんていうのをこの眼下前頭皮質の活動を強くするということが分かっています。これまでの研究で最近のメタ分析っていう方法を使った研究でですね、美術を対象にした研究と顔を対象とした研究での FMRI の結果をメタ分析した研究があるんですけども、その研究で分かってきたこととしてですね、魅力と美しさとは両方ともオーバーラップしているところもあるんだけど微妙に違いが見られる。で、そういったことが何を表しているかっていうと、人物に対する魅力っていうのはそれは生物学的な報酬の検出をしていて、一方で絵画においてのあるいは音楽においての美しさっていうのは社会的な文化的な報酬の価値づけをしているんだっていうふうなことが分かってきているわけです。そういうふうに報酬、脳にとってのご褒美として美しさを感じ得るというわけなんですけども、まあそういうふうなことを私たちこれまで主に研究してきました。でこういった研究をしているとですね、しばしばこういうふうな質問を受けます。で何の役に立つんですか、アートや美そのものが何かの役に立つんですかというふうによく聞かれます。でもちろんそれはいろんなことが役に立つっていうことは分かりつつあるんだけれども、まあとはいってそもそも美を感じること自体が脳の中の報酬系っていうネットワークを駆動させて、そこに快を感じる。で特にアートに感じる、まあ、美的な快、美しさっていうのはおそらくウェルビーイングにも役に立ってくるだろう。じゃあそういったウェルビーイングとかっていったことについて、美しさとあるいはアートとの関係といったものを掘り下げると、より人々においてどういうふうにアートが役に立っていくのかってことと結びついてくるんじゃないかなというふうにも思います。で、まあ、ちょっと端折りますけれども、最近美意識、私たちがどういうふうに美的な心の構造を持っているのかってことも分かりつつあって、特にそれがパーソナリティの関係であるとか、また、自然美、自然に対しての私たちの美しさの感じ方といったものが結構ウェルビーイングとつながってるんだよっていうふうなことが分かってきたり、また私自身が研究していることですけれども、まあ、結構社会学とか経済学的な研究なんですが、自分自身の時間とかお金の使い方、そのソーシャルキャピタルとかカルチャルキャピタルみたいな、そういったところに対して自己資本化をすることと、レジリエンスという人が困難とか高いストレスに対して柔軟性を持ってそれを跳ね返そうとするような、そういった傾向を持っているということとの因果関係が結構見出せますよってことを、まあ私自身は研究してるんですけども、まあ、そういったことの中でも心の豊かさって一体どういうことなんだろうかっていうふうなこととですね、それに基づいて今度アートを趣味として持つっていうふうなこと、美術鑑賞っていうのは
意外と趣味としてはランキングの位置としてはそんなに高くないんですけれども、でもそれを持つことによってこのアートを通してもっといろんな人間関係を構築したり、あるいは文化的な資本へと役立てたりっていうふうなことも考えられるのかなというふうにも思っていたり、まあ、それがいわゆるアクティブエイジングとか、あるいはサクセスフルエイジングみたいなものに発展するのか、するのかってことなんかもちょっと今研究しつつあるところです。で、具体的に最近アートにいろんな効用があるということが分かりつつあります。例えばモントリオールで2018年度から、実際に美術うつとかですね、不安とかですね、そういったことを持っている患者さんに美術館に行って鑑賞してきなさい、でその費用は保険で払うからというふうなことが始まりました。ただこれはあくまでも思考のレベルなんですけれども、そういった医学的処方として美術鑑賞を用いるということがなされてきたり、また美的な価値を感じることで痛みが軽減されるということが分かってきたり、また対話型の美術鑑賞の効果としてエンパワーメントとかですね、記憶の維持とか QOL を高めるとか、そういったことに役立ってくるみたいなことが分かってきたり、いろんなところに対して効用みたいなことが分かってきつつあります。で、今実は入札中なんですけども、経産省がですね、ちょうど文化資本経営促進に関する調査研究事業っていうのを今入札していて、私もすごく関わってるんですが、結構企業の中でアートをどういうふうに利用するのか活用するのかってことが今注目されていて、そのデータを取りまとめるっていう作業をですね、今年度していくっていうふうなことなんですね。こういったことにおいても経済学や経営学や社会学や、あるいは心理学や、あるいはさまざまな健康科学がいろいろと入り込んでいって効用といったものを確かめるっていうふうな、そういったきっかけにもなり得るのかなというふうにも思いますし、いろんな、こととしてアートや美といったものが効果を用いるんだってことをですね、実証していく機会になればいいかなというふうにも思っています。実際に美しさを感じることで痛みを軽減させるというふうな研究もあります。こういったことを応用すれば、じゃあどういうふうに病院にアートを展示していくのかというふうなことと関係づけて見ていくことができるというふうにも思います。また触ることができるアートっていったものが、その鑑賞者の生活満足度とか健康状態の認知を高めるというふうなことなんかにも、言われていたり、また対話型の美術鑑賞、によって、まあ、これはその典型的な例でビジョンシッキングストラテジーズっていうのがありますけども、そういったものを使うことによって、例えばメンタルヘルスの問題とか介護者のための、まあ、プログラムが行われていたりですね、そういう中で認知症の患者さんに対してその対話型の美術鑑賞が効果あるというよりも、それを介護している人たちにとってストレスを軽減させたり、あるいは同じ気持ちで同じような環境の中でケアをしている人たちの心のつながりができたりというふうなことで結構その役立ってくるというふうなことも言われていたり、さらには私たちも研究してますけども、その美術鑑賞において対話型を用いることで記憶といったものを、まあ、維持したりですね、そういったことも考えられるというふうにも、そういった取り組みもなされています。昔から芸術を、まあ、生み出す、アートを作るというふうなことにおいていろんな臨床的なアプローチというのはなされてきました。ただそれだけではなくって、そこに作品があること、あるいはアートに囲まれた生活をすることっていうだけでも何かしら心に対して効用があるのかなというふうにも思うところです。まあ、そういったことをですね、まあ今私たちも例えば企業と一緒に高齢者を対象とした美術鑑賞の手法を開発するということを行っていたり、そういう中では、まあ、対話型を用いて、ちょっとこの辺はしょりますが、どういうふうな気持ちになるのかということにフォーカスをした見方をする場合と、何が描かれているのかとか、どうして何がそこに描かれているのか、何が起きたのかっていうような外形的な側面に注目をして鑑賞して対話型の美術鑑賞をするのかっていう場合と、一方的にこの作品はこういうふうな作品ですよというふうに教育的に、
教育型のツアー型の鑑賞する場合でどういうふうな認知機能の改善が、まあ、起きるのかというふうなことなども研究していたりします。そういう中ではですね、これは実際には日本とフィンランドで比較をしてもいるんですけれども、作業記憶という、まあ、要は、どっかに買い物に行くときにこれ買わなきゃって思いながら出かけるんだけど、そこに行ったら何買おうとしたか忘れちゃったみたいなことありますよね。脳の中にその記憶を一時的に溜め込んでおく、それをワーキングメモリーっていうんですけども、そういったことが高齢者になるとどん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 薄れていくわけです。で、私たちの取り組みの中では、私たちがその作品を見てどう感じるかってことをちゃんと心に留めておくっていうふうなことをトレーニングすることによって、作業記憶っていうのが改善するような、そういったことをですね、ちょっと明かしつつあります。まあ、そういうふうなことを研究していたり、あとは、アイトラッキングというのを用いながら、まあ、どういうふうに作品を見るのか、それと鑑賞の、どういった作品であるのかということの結びつきをですね、具体的に結びつけていくような、研究を行っていたり、まあ、そういったことでアートの効用ということをですね、今、挑戦しつつあるところです。ちょっと時間が短かったので、ちょっとかなり流しながらお話しさせていただきました。また詳しくはですね、来年ぜひ授業を取っていただけたらというふうにも思うところです。またジョイントプログラムとかもありますので、ぜひその辺もご参加ください。では私の方から以上です。今も車検の今の真壁さんと川端さんのお話を聞いて、まあ、アートについて、アートには関わるようなその文脈であるとか、あるいは可能性、方向性、いろんなものが多分皆さん方の、こう頭に入ったか、あるいは体にかぶったか、あるいはついちゃったか、分かりませんけれども、そのような状態かというふうに思います。僕が考えていたよりというか、まあ、正直言っちゃうと3人で打ち合わせもしてないわけです。で、社会学研究科にそういえば芸術に関心のある教育学の先生と、最近なんかいろんなものを作りながら美しさとは何かとか感性なんとかやってる人がいるなというふうな、もちろん同僚なのでもっといろんなことは知ってますけれども、それぞれの研究についてはさほど知らなかったお二人にお願いして今日お話を聞いて、やはりそのなんていうのかな、まあ、次世代、ちょっとこのプログラムをまあ作る、あるいはもう少し皆さんが他のプログラムを含めて、それを企画している人間からの物言いですけれども、やっぱりいろんな人がある場所にただいるだけで、で、真壁さんの話と川端さんの話を聞いて、その中でつながるもの、つながらないもの、あるいは違うもの、同じもの、いろんなものを僕らは仕分けつつ多分聞いたというふうに思います。で、それは真壁さんの話だけを聞いている、川端さんの話だけを聞いているのとは違う効用が絶対あったというふうに思います。で、今回この次世代のプログラムで、それぞれ今まで全く別の文脈で、あるいは別の研究か別のキャンパスで、研究、そして若手のこれから新しい仕事をして一人前の、もう博士課程一人前というのは一人前の研究者ですが、自立していく、そういった皆さん方にわざわざ全く違う分野の話を聞いてもらう、あるいは例えば3月のコロキアムになると皆さん方がそれぞれのやったこと研究を他の多分わからないだろうというふうに思いつつも他の研究家の大学院生に話をするということの意味、そういったものがすごく大事だというふうに思っています。で、そのために一番最初にお話したフィールドワークとかワークショップっていうのは、それ自体のまあ面白さっていうのもあるんですが、同時にですね、それぞれにバラバラに生活して、バラバラの実験室、研究室、バラバラのキャンパスで何かしている皆さん方を一つの場所に集めるという意味、これを僕はすごく大きなものというふうに考えています。で、今回はアートワークショップであるとかフィールドワークという形で皆さん方を、まあもちろん関心のある方、ちょっとさっき問いがありましたけれども、量的研究をしているからフィールドワークはどうしようかなっていう、これはもう
逆に言うと量的研究をしているのであればぜひフィールドワークに参加してほしい。もちろん慶応の僕らの仲間、皆さん方の仲間にはフィールドワークであるとか、現地に行っていろんなものをリサーチする、インタビューする、そういった作業をしている人はたくさんいるわけです。質的に研究している人。で、そういった人たちにとってみれば、今回車検が提供するフィールドワークはそれほど珍しいものではないというふうに思います。むしろ量的研究をしている人に参加してほしい。で、これは一番最初にお話した通り必修ではありません。なるべく参加してほしいなっていうこちら側の希望ですけれども、多くのものは例えば泊まり、宿泊が伴ったりとかですね、遠方に出かけるということがありますので、皆さん方の自分の研究時間をそこまで奪うわけにもいきませんので、それは皆さん方が一人前の研究者として自分の研究の進め方、その進捗と、こういったプログラムにどう参加するかといったことをご自身で判断していただければ結構です。先ほどちょっと問いがありましたので、僕もですね、ここに一応ですねスライドは用意してきたんですけども、2人の話を聞いてると、このスライドで書いたことを今ここでお話ししてもというふうな気になってしまいました。で、2人が自己紹介をしてくれたので、僕はいろんなガイダンスとかで顔を出してるので、あんまり自己紹介、などはしなくてもいいだろうなっていうふうに思ってたんですけれども、僕自身学部は経済学部で、社会思想を主に勉強していました。マルクスやあるいはマックス・ウェーバーという、基本的な人たちの考えにある程度影響されつつ、ただ、学部の3年4年、だから実際経済学部だと三田に来てからですね、その専門の、経済言論であるとか、ケインズだとかマルクスであるとか、そう言っている話が今、それは1980年ですけれども、1980年の東京で生きている僕にとってどのくらい意味があるのかっていうのをすごく悩んだ時代があります。で、これ以上経済学部で経済学をやることにどのくらい意味があるの？ただ、その際にですね、慶応のいいとこですけど、経済学部に例えば自由研究、かつてであれば自由研究という名前で、例えば精神科のお医者さんだったり、読文の先生だったり、あるいは哲学のヘーゲルの研究者だったり、そういった人たちが、ゼミのような授業を持っていて、それに参加することによって救われたといえます、これ。あるいは、ドイツ語を勉強するときに、今は違う名前で、昔は語学小学教室というものでしたけれども、そこにいるドイツ人の先生がたまたま社会学を勉強している先生だ。そういった出会いで、自分の研究テーマを決めます。ただそのテーマ、僕その経済学部を出てから演劇を勉強しにですね、昔は西ドイツだったんですが、西ドイツのミュンヘン大学に留学します。演劇で、その時も最初にドイツに渡る時は、ドイツで、立派な演出家になるみたいな、そんな夢を抱いて渡ったんですが、なかなかドイツ語もままならず、ドイツ語がままならない人間が演出家になる、ドイツ語の演劇の演出家になれるはずもなく、しばらくして帰ってきて、帰ってきて最初に試験があったのが、うちの社会学研究科だったので、社会学研究科にお邪魔して、その後ずっといるという形になります。で、研究を、その演劇社会学といったものから、ここにちょっと書いてあります。これ演劇自体が人間の感情という、あるいは感情、心の動きというものをギリシャ時代からテーマにして作り上げた人間の文化的な産物でした。なので、アリストテレスの議論を見ても、いわば人の感情をどう作り上げて、それを心地よくさせるか、それが芝居、演劇であるというふうな議論をするわけです。その意味では、感情に関する議論がそこにはすごく、集約されて入っていて、そこからスタートして、じゃあそれを社会学的に見たらどうなのかっていうようなことが僕の研究のスタイルでした。で、特に経済学部では社会思想みたいな、だから、例えばプロレタリアートとブルジョアジーで感情の経験の仕方はどのくらい違うのか、そしてそれが何に基づいてそんだけ違うのかっていうようなことに興味を持ったのが感情社会学の始まりでした。で、その後ですね、ここにあると障害学ってありますが、自立生活、すなわち地域で一人暮らしをする障害を持った人の生活を、参与観察というふうに社会学で言ったりする。実際に自分が介助者になって一緒に生活して、その中で、そこに関わる人たち、その障害を持った人たちも含めて、どのようなことを経験しているのかっていうのを、自分の、
体を使って、あるいは目とか耳とか、そういったものを使って調べていく。まあ、そういった研究をして、その中でですね、一番最初の疑問なんですけど、人に自分の考えたことをどう伝えるのか、あるいはその人といっても、小学生、幼稚園生、あるいは、もう引退した、例えば80代の男性に向けて、あるいは30代のバリバリの OL たちに向けて、それぞれ人というコミュニティは別々です。あるいは障害を持った人たちのコミュニティというのもそこに入ります。そうすると自分の考えたことをそれぞれのコミュニティにどう伝えればいいのか。それがもう一つ次のテーマになります。なので、いわゆる学問的な、あるいは学会が僕らに、要求するようなスタイルの表現の仕方、論文にするとか、レポートにする、あるいは書籍にするといったものが届かない人たちがいるということですね。で、それに対してすごく僕は悔しいというか、一体自分は何をしてるのかっていう。こんだけ、まあ社会学なんで、社会についていろいろ考えているのに、社会のほとんどの人には届かないものをやっていることの、まあ無意味さみたいなものを感じました。で、多分それは、もしかしたら理系の、院生の方々とは違うかもしれない。自分の作っている、あるいは自分が創薬しているこの薬がすぐ役に立つかもしれない。まあそういったところにいる人たちと違って、まあ大学院生時代もやもやして、まあ若手研究者になってももやもやして、以前、まあ院長になってももやもやしてしまっている状態で、皆さん方とお付き合いしているということになります。なので、多分ですね、この次世代のプログラム、日本国内で何十もの大学、旧7帝大を含め、かなりの大学が、採択されています。それで慶応義塾もその一つなんですけど、おそらくそれらの育成プログラムの中で、皆さん方にアートに触れてもらうとか、実際に、アートワークショップに参加してもらうというような、かなり無茶な、常識的には絶対出てこないだろうようなことを、多分、プログラムとして持ってるのはうちだけではないかというふうに思います。例えば、東大早稲田のホームページ、次世代のを見てくれればわかりますけど、アートの出番はどこにもないような、そんな感じです。ですので、まあ、自信を持ってというか、皆さん方にどのような経験をしてもらうのかっていうことを、すごく大事にしています。で、最初に言った、もう一つ、フィールドワークといっても、これは人に話を聞くということ。で、僕らは、まあ、自分を表現するということに、やはり、すごく注目しがちです。でも、人に表現するという、自分が表現をするという前に、人の話をどう聞くかっていう、すごく大事なことがあります。これは社会学だけではなくて、およそ全ての研究というもののプロセスに人の話を聞くというものが入ってくるはずです。で、人の話を聞くというのは、例えば1たす1は2ですね。いう話を聞いて1たす1は2ですねって了解すればよしとなるものではないですよね。なぜその人が1たす1は2ですねって僕に語ったのか、その1たす1のトーンであるとかアクセントであるとかその声の響きであるとか、そういったものを僕らは感じて、その1たす1は2ですねっていうものにさまざまな解釈と意味を考える。そしてそれでその1たす1は2ですねっていうことを了解するわけです。そういったものをやはり経験するってすごく大事なことだろうというふうに思っています。いや、多分僕らが大学院の時代よりも皆さん方すごく忙しいです。そしてまた自分の研究が何に役立つのか、あるいは自分の研究のまあ落とし前というか、そのもらったお金も、まあ多分ですね、僕らの大学院時代よりもたくさんのお金をもらってる。もらってるだけではなくて、もらうためにはいろいろと理由をつけて、あるいはもらって何か使ったらそれにも理由をつけて。僕らの頃はほとんどそういう作業がないです。ということは、皆さん方は自分の研究に対して常に、まあ、再帰的というか、自分は一体何をしてるのか。で、それを一体誰に向けてどう正当化、あるいはまあ今時で言えば説明責任とかね、そういうふうな言葉を要求されているというふうに思います。で、それを見てるとすごく忙しそうだなっていうのも、一重に感じるところで、そのような中でまあアートに触れてもらうというふうなところに皆さん方を連れ込むというのは、一方では忙しいのに申し訳ないなと思いながらも、皆さん方が自分の研究に役立つ、あるいは自分の研究の発想を変える、
一つの手助けになるだろうというふうに思って、車検というか、ADC のプログラムは作っています。で、大事なのは、他の人と触れ合うということだというふうに思います。研究仲間というか、狭い意味での同じようなテーマでやっている研究仲間ではなくて、例えば今、実は真壁さんも川端さんもそれぞれ全然、うちの社会研究科では心理学専攻と教育学専攻と社会学専攻があって、それぞれ、それなりに独立しているので、お互いが関わるっていう、研究上関わる、非常に少ないんですが、やはり、すれ違うってばっかりではなくて、こう、すれ合うようなところが必ずあるんだっていうこと。で、今回皆さん方が、例えば3月に行われるコロッキアム、ほか、あるいは、僕らが展開するフィールドワークとかワークショップみたいなところで全く全然違う、本来なら同じ傾向ではあるけど触れ合うことがなかっただろう人たちと一つのコミュニティというものを作ってもらうということ同世代として、まあ、次世代の一期生としてこの時期に、まあ、慶応義塾の大学院でいろんな形でそれぞれの分野で、研究しながらも触れ合うということそれを僕は強く求めています。でその触れ合うことによって皆さん方の研究の深さも深くなるだろうし厚みも厚くなるだろうしそしてまた、打たれ強くなるだろうしより良いものが出てくるというふうに、まあ、信じているわけです、ですので、まあ、そのような中でですね、今回、今日はレクチャーという形で川端さんと真壁さん僕のものは全く使わずに、ただ皆さん方が見れるようにします。口だけ言うと、社会学専攻で今度はアートを実際にアウトプットとして作っているような研究チームを僕の研究室では、行っています。KOABR というふうに、アートベースドリサーチで、まあ、この3つ目の ABR ですけど、一体これは何なのかというのを皆さん方に説明して、ただ実際にだからアートはどう使えるのか。アートを使うとどういうことになるのかっていうことを、まあ、ちょっとお話ししようというふうに思ってました。ただ、真壁さんと川端さんのお話で、まあ、と重なるところも多くですね、二度でも三度でもはかける必要はないですし、ということでちょっと今日は完全に端折、まあ、時間的にも端折らせられなかったんですが、ただ、皆さん方が、アートに触れると、さっきの真壁さんなんですけど、自分との最初のコミュニケーションというか、自分は一体何者であるかっていうこと、自分と自分との新たなコミュニケーションができるっていうのは一つあるはずです。それからまあ、先ほど僕が言った通り、同じ、全く別分野の研究者がそれぞれコミュニケーションする場合に、自分の専門分野で語るのではなくて、全く違う語りの場というものが作れるかもしれないということと、もう一つは、いくつかワークショップやなんかも、あるいは川端さんの研究の中に出てきた通り、社会というものと、まあ、この場合の社会も様々な多様なコミュニティ、一括して社会とか、この国とか、若者とか、女性とか、そのようなカテゴリーで語るのではなくて、それぞれ違う多様な人たちがいるコミュニティに、自分がどうアウトリーチして、自分が考えてきたこと、作ってきたことを手渡すのかっていうこと。まあ、そういった場合にアートが利用できるというふうに考えています。なので、来年度ですね、いくつかアートワークショップと呼ばれるもの、それから実際に人と会って話を聞くというフィールドワークの類をいくつか企画しますので、量的研究の人も嫌わずに、ぜひ関心があれば。ただ、一番最初って一つのプログラム、まあ、せいぜい10人がいいとこだなと思ってます。で、一応200人ぐらいの人がですね、じゃあ一気にやりたいというととんでもない数のプログラムを作らなくちゃいけないです。ので、そこは、関心のある人に来ていただきたいというのも、一方ではそうですし、今依頼しているアーティスト、やっぱ全くアートに触れてない、それで全然違うことを専門家としてやってる人たちと一緒にアートワークショップみたいなものが作れるとしたら、自分、まあ、すなわちアーティスト、彼にとっても新しい発見だろう、があるはずだというふうなことを言ってくれています。で、そのような形で皆さん方と一緒に新しい学問というものをそれぞれ作っていければというふうに思っています。
。ちょっと、チャットが。すいません、ですね。まあ、非常に現実的な。フィールドワークをする場合の、それは、皆さん方の、皆さんの研究費から出していただくのが、まあ、基本だというふうに考えています。はい、先生たちの、はい、スライドは、すべて、どこからか皆さん方に手渡せるようにしたいというふうに思っています。特に僕のものは一切使いませんでしたので、後でゆっくり見てもらうという形になるかと思います。大丈夫でしょうかね。時間をちょっと予定した時間を過ぎてしまったので、もし会場で何か質問とかあれば挙手をいただいて、オンライン上の方ももし聞きたいということがあればチャットに書いていただいても結構です。何かあります？会場の人たち。大丈夫ですか？まだまだ始まったばかりで、多分皆さん方も、次世代の採択されたはいいけど、なんかいろんなことをやらなくちゃいけないのかっていうふうに思ってる人もいるでしょうけど、もう僕らはもちろん皆さん方の自分の研究が妨げられる、支障になるようなことを提供するつもりはないですし、そんなに時間的にそれを奪おうともしていません。あくまでも皆さん方の研究、それぞれの研究テーマで博士課程ですから、博士論文を作っていただく。そのことが第一です。で、その博士論文を作ったらそのおしまいではなくて、皆さん方は自立した研究者として生きていく。で、自立して生きていく。その際に、あの時一緒の仲間であった次世代の全く違う研究家の、あの信濃町の、芝野、あるいは八神の、藤沢の、三田の、そういえばああいう人がいたなっていう形で、記憶に残っていただければ、もしかすると あの人とつながっていればこういう研究ができるかもしれない、あの人とこういう話をすれば新しいテーマが出てくるかもしれない、そういうふうな、まあ、いわゆるコネといえばコネ、そのコネクションをつけるのもすごく大事なことだというふうに考えます。特に全塾規模でそのコネクションをつけるなんていうのはもう前代未聞というか素晴らしいというか、それだけですごく素晴らしいこと。今までやっぱりバラバラだったわけです。で、三田のキャンパスにある、4つ、5つの研究科も結構バラバラ。で、お互い横につながらない。やっぱ横につながらないと新しいものは多分出てこない。縦につながってるっていうのは、すでに確たる生徒としてあるそのアカデミズム、その学会、その専門分野の中で、という話です。でも横につながるときやっぱりそれを超えなくちゃいけないので、その一歩を超えるっていう勇気を皆さん方が持っているように押してあげるっていうのは多分僕ら教員、あるいはこの、プロジェクトを進めている全員が思っているところだというふうに思います。質問も大丈夫そうなので、じゃあこれで終了したいというふうに思います。あ、何？来ました。はい、来ましたね。はい。来年が最終年度の人には無理に参加しなくてもいいですよというふうに考えています。言うまでもないです。それはやっぱり大変なことですし、最終年度の人はやっぱり博士論文目の前ですから、とは思います。はい。よろしいでしょうか。じゃあこれで終了したいと思います。どうも会場の人もありがとうございました。真壁さん、川端さん、それから本部長の高林さんもありがとうございました。じゃあこれで失礼いたします。さよなら。